私だって頭が良くて運動もできてイケてる大人のお姉さんになりたい。そのために頑張る。空からボールが降ってこようと何が降ってこようと平気だもん。何でもできる。何でもなれる。天は何も持たない少女を選んだ。そして少女は勇気を胸に戦った。なぜ少女は戦うことができたのか。誰かのために身を削ってまで。富のため、名声のため。何その顔。通報されてオレンジ色の服着た人たちが集まってきちゃう。見てるよ。すごい顔してオイラを見てるよ。早くあいつらと対戦したい。やっぱ打席に立ったやつの驚く顔が一番いい。もうすぐバレンタインデー。お世話になっているあの人のために、思いを寄せるあの人のために、今年のバレンタインは手作りチョコレートで日頃の感謝を伝えてみませんか。僕後悔はしてないよ。だってさっきのアスナ、出会ってから一番いい顔で笑ったもん。どうぞという間もなく無邪気な小狐テイラーが入ってきて、ソナーの足元に身をすくめる。僕こんな弱虫じゃない。なんでこんな時に。我が名と共に解き放て。たとえ地獄につながれようと、全てを己で見定める強き意志の力を。ったくあのバカ、どこに行っちゃったのよ。もう見つけたらただじゃおかないわ。あー、なるほどなるほど。うんうん、こことここと、今日はどんな星座にしようかな。あ、流れ星。はーい、みんな今日も元気いっぱいだよって人。今日は普通かなって人。ゆかちゃんはさっきから何をしているのかな。奇襲？それじゃお兄さんからも今日の舞台は京都府南丹市。この地でいただくのは風味豊かな極…すみません、今すぐ持ってきます。ひどい。私、魔王軍の8人の幹部の一人ですから。あの手が熱くなってきたんですが。あらららら、らこら、夢を叶えてやると言ってんだぞ。なんだその態度は。第一な、あたいらぬいぐるみだぞ。ぬいぐるみが喋ってんだぞ。飛んでんだぞ。魔法が使えんだぞ。日野の子みたいに驚かんのか。普通の学校の何倍もある。おっきい。そしてはっ、あった。これが女子寮。鼓動はもしかして初恋。やめろと言われれば言われるほど恋は盛り上がるのです。ちなみにカンヤちゃんはどう。それはまた随分と色気のない。隊長も次の文献新聞に載せるネタを用意できているのか。モクス、私はネタを用意できたか。